アルフレート・アンデルシュは、ドイツの作家。47年グループの創設者の一人。1914年、ミュンヘンの出身。3人兄弟の2番目として生まれる。ギムナジウムを中退後、商業学校を経て、18歳で、ドイツ共産党に入党。青年部の幹部として活動するが、反ファシズム運動として逮捕され、ダッハウ強制収容所に6ヶ月間拘束された。 収容所内で転校し、釈放後は、公員として働く。第二次世界大戦の開戦と共に召集され、イタリア戦線に従軍するが、脱走して毅然逃亡。アメリカ軍に降伏し、以後は、捕虜としてアメリカに泊まり、ドイツ人再教育施設で終戦を迎える。アメリカで収容されている間に、同じく捕虜であったグスタフルネホッケにより、 抑流中のドイツ人捕虜向けの新聞として、叫びが発行される。アンデルシュもこれに関わり、終戦後の1945年10月には、ホッケのドイツ帰国に伴い編集を引き継ぐ。この、叫びは、ドイツ人捕虜の帰国が、ほぼ完了する翌年4月まで刊行され、後の同盟の雑誌の前身となる。帰国後は、まず、エイリッヒケストナーの助手として、 アメリカ軍情報局が主導していた、ノイエツアイトゥングの編集に従事。ついで1946年8月に、ハンス・ベルナー・リー・ヒターラと共に雑誌、叫びを創刊。ニュルンベルク裁判、民主主義の基盤、大学制度などについて、多くの時事評論を発表するが、1947年4月、ドイツ再軍備に反対する記事が、アメリカ占領軍により、問題とされ、 発禁処分となる。これを受け、特定の主義主張も快速も持たない文学集団47年グループをリヒターとともに結成。同グループの中心作家の一人となり、多くの作家を輩出することになる。1952年、自由のラんぼを発表。共産党員時代と敵前逃亡の経験を通じ、挫折した革命家の自己体験を自伝的に描く。 1955年から1957年にかけ、全英文芸誌、テクステウンとヒエンを編集。1957年のザンジバルでは、ナチスドイツから脱走を図る5人の人物の抵抗と冒険譚を同時並列的に描き、1950年代、西ドイツ戦後文学の代表作として高く評価される。1958年にスイスへ移住し、 同国籍を取得。1960年に戦後の西ドイツからイタリアへ脱出する女性をモチーフに赤毛の女を発表。晩年の1967年にはエフライム、1974年には再びナチズム下の戦場を舞台にしたビンターシュッペルトを発表。1980年にホロコースト立案者として知られるハインリヒヒムラーの 父から学校を追放された少年を描く、殺人者の父親を病床から発表。同作が遺作となった。父が糖尿病を長く患った末に65歳で、没死したことから、自身も若い頃から短命を予感していた。図らずも、父と同じ病、ほぼ同じ年齢で生涯を終えることになった。社会的束縛や全体主義に対する個人の自由を主要なテーマとしている。 時事的な問題を多く取り扱い、現代社会に鋭く切り込む作家である。マルクス主義とともに、フランスの象徴主義、実存主義の影響を受けている。これは戦勝国の政治的道徳を自作に取り入れることで、敗戦により信用を落としたドイツの伝統から脱却しようとするものであるを取り入れている。このマルクス主義と象徴主義の根校が、 自由の桜んぼの特徴的な指摘三文に現れている。ハンスベルナー・リヒターによれば、戦後すぐのアンデルュのお手本は、ドイツの先達である、トーマス・マンであったとされる。彼は常にお手本を必要とし、トーマス・ウルフ、ウィリアム・フォークナー、アーネスト・ヘミングウェイなどに系統しては都度影響を受けていた。それから、実存主義を聞きつけ、ある小冊子を入手してのめり込んだのだという。 しかしアンデルシュは、新しい知識をすぐに受け入れる一方でそれを手放すことも早かったため、実際に実存主義に魅了されていた時期はそう長くはなく、叫びや後年の著作に対して実存主義が与えた影響は少ないという。1957年のザンジバルでは、動機の異なる5人が、いずれも自由への闘争という目標へ向かって冒険する様子と、その意味。 そして、個人の決断の重要性を少年に託して、緊密な構成により描き出し、前衛的作家として高い評価を受けた。しかし、自作の赤毛の女は、ザンジバルに比べ通俗的で、技巧や装飾により過ぎているとされ、低い評価となっている。マルチェル・ライヒラにつきの評論によれば、結末の甘さ、特にザンジバルに比べて、 主人公フランツィスカが西ドイツを離れる理由が薄いというものである。ただし同書を訳した高本健一によれば、ポーランド生まれでナチスによりゲットーに追われ、戦後にポーランドで発禁処分を受け、西ドイツへ移住した経歴を持つラニツキによる偏見が含まれていないとは言えないとしている。アンデルシュは1950年代には文学を最も高貴な認識形式として、 あらゆる社会的栄意の頂点と考えていたが、1960年代に入ると社会における文学の重要性の低下と、文学が社会変革をもたらし得ない苦悩を感じ、それを文学に継承すべく作風の変化が見られる。エフライムは、その転換点に位置する作品とされ、上記の苦悩を現代文学の困難として、自己反省としつつ、語り手自身の自己破壊により描いている。 1974年のビンターシュッペルトは、ナチス支配下の戦争末期の前線で、軍事的行動を拒否するというテーマで、変革不可能と思われる現実に対して、もしもという思考実験を文学の中で突きつけることにより、社会の変革に資する文学の可能性を問題化している。裁判年には、死、第3条第3項、アーティケル3などにより、 現実政治への言及も見られた。遺作の殺人者の父親は、ナチズムを未解決の謎として描いている。登場人物である厳格な教師は、ハインリヒ・ヒムラーの父であり、実際にアンデル書の教師であったヨーゼフ・ゲップハルとヒムラーがモデルであり、少年時代に自身が受けた苦い経験が綴られている。また、1950年代には、放送劇も手掛け、 若い世代の理論的指導者の地位を占め、放送劇を芸術の分野にまで高めた一人とされる。他、テレビドラマや女子誌も手掛けている。雑誌、叫びの末期、アンデル書の内心はすでに同志からやや離れており、発禁処分を受けた際にも、リヒターほどの打撃は受けておらず、新しい雑誌を発刊しようとする集まりにも当初は加わらなかったという。 彼はすでに自己中心的に執筆作業を行っていた。しかし47年グループの2回目の集会には、自身の作品、それも対策を持参して参加している。以後の数年間は、ほとんどの集会に参加し、朗読や批評に従事した。しかしやがて参加頻度が下がり、イルゼアイヒーンガー、インゲボルクバッハマン、パウル・ツェランラが出席した1952年の、 ニーインドルフでの集会にも参加しなかった。グループに愛着を持つ一方で、同会から突き放されるのを感じていたという。この時期、リヒターの取り組みには意義を感じつつも、自らの方向性とは、必ずしも一致していなかった。スイスに移住する決断は、ドイツの再軍備に伴う、再発症化傾向を理由に挙げ、一種の亡命であるという。生まれついた民族は、 自分がそれに適しているかは関係なく、別れようのないものであり、ドイツの国内で責任を果たそうと考えるリヒターに、対し、アンデルシュは、自らも属するドイツ民族は救いようがないほどに毒されているとみなし、スイスへの移住は重荷を課せられた民族からの飛躍であり、対戦中に臨みながら実現できなかった、ドイツ第三帝国からの大亡命を、 遅ればせながらにして行うというものであった。以降、ディヒターとの接触は数えるほどしかなくなった。その後は1956年のベーベンハウゼンの集会にハンスマグヌスエンツ・ゼンスベルガーを連れてきたことと、1962年のベルリンでの集会に参加したのが最後となっている。この集会ですでにブリキの太鼓などの作品で有名作家となっていたギュンターグラスと知り合うが、 両者は最初から互いに反感を持っていることが明確だったという。アンデルシュの見解では47年グループはすでに出世主義者の集団に変出し、その中心がグラスであるとみなしていた。リヒターのみは例外であるが、会のメンバーはリヒターを利用して、利己的な目標を見ているに過ぎないと考えていた。47年グループの末期、アンデルシュはリヒターに対し、 グループをフランスのアカデミーフランセーズを模した芸術協会に改祖する提案をしているが300年の伝統を持つアカデミーの真似事など破綻が見えているとスルリヒターの反対により実現しなかったアルフレート・アンデルシュを抜きにして1945年以降のドイツでの文学と知的生活は考えられないカール・オット・コンラディ彼は私に教えを授けてくれ私は 多くの借りがある。彼は文化産業を紹介してくれたし、私に文学技法、そして機械、業界のリスクを抽象的にではなく実際に説明してくれた。ハンスマグヌスエンツェンスベルガーザンジバル、または最後の理由殺人者の父親。ありがとうございます。